迫、ダービー、あーこれワンツーが通りませんでした。笛が鳴っています。結局のところレッツボールになります。いやーダービーかなり怒ってますけど、ただちょっとあの接触プレーに関して、レッツ寄りの笛が続いているような気がしますけどね。あ、まあ、これ全く意識はないと思うんですけども。なるほど、森脇とダービー、ダビがちょっとカリカリしています。ここで冷静になることがまずダビ大事ですね。はい、まあ、この辺りは那須がすぐに森脇に声をかけ、前半の20分でした。那須はなんと今シーズンの8ゴール目という見事なその得点能力を発揮しています。一旦外に出しました。さてさて、これは今ダビと先ほどから随分やり合っているボールと関係ないところで、ダビと森脇あたりですか。そうですね、誰か列のディフェンダー、誰かがなんかやり合ったんでしょうね。今ちょっとプレーが中断しています。安塚さん、はい、どうぞ。ここで交代をするようですね。マルシオ選手、ユニフォーム姿になりました。今マルシオリシャルですが、ご覧のように10番を見せることになりました。そしてこの後おそらく交代ということになるんですが、誰なのか分かりましたらまたご紹介します。いや、しかしながら八田さん、はい、ビッグマッチにふさわしい熱さではありますね。そうですね、あ、これ今映像は捉えていますね。随分これやはり序盤からやり合っていた森脇とダビですね。そうですね、ボックス内です。一旦エンドボックスの外へ角度を変えてきました。小笠原入れる、来たかな。うわ、合わなかった。ダビちょっと味方同士重なってしまったような感じがありますね。ちょっとかぶりましたね、はい、その前の遠藤のチャンスはこれヘディングのシーンですね。これ結局大迫と、いやそうですね、ダビー大迫が重なっちゃったんですよね。そしてイエローカードはダビに出されましたか。そのようですね、ダビですね。ちょっと興奮の色合いの濃くなりました、そのダビであります。これはいけません、これはいけません。もう一枚出ると退場です。これは退場になっちゃうんじゃないですか。ダビ落ち着かなければいけないところだったんですが、はい、松尾はじめか、あの主審の頭の中にもね、はい、このビッグマッチは11人対11人でなんとかというのはあるとは思いますが、ありますよね、今のダビのこれはいけませんね。副審にこれ確認しに行って、副審はしっかり見てますからね、主審は見てないと思うんですよ、そのシーンを、はい、それであのジャッジすると思うんですけども、今すでにイエローカードが1枚出ているダビに、さあ確認作業です。あのカリカリする気持ちも前半からずっと収まることがなかったダビ、そしてあの今のは自分たちの攻めの中での苛立ちですよね。そうですね、本当今こういうことで本当退場、これでイエローが出たら退場ですからね、試合を壊してしまう、そういう可能性がまた大きく広がるわけですよね、はい、雨がかなり強くなってまいりました。先ほどまで本当に小降りだった雨がもう肉眼でも分かるようになりました。冷たい雨の中行われているこの鹿島アントラーズと浦和レッズの上位決戦、鹿島が勝ち点50、浦和が51、そして首位を走る広島が53、2位の横浜が53。今日は広島と横浜、鹿島と浦和との対戦となっていますが、さあどういうジャッジになりますか。注意だけで済むのか、まあ、イエローなのか、まあここから見る限りイエロー出ても仕方ないと思いますけどね、はい、あ、注意だけのようですね。そうですね、はい、松尾はじめ主審、両者に、毅然としたその表情で両者に出されました。
まあ、これある意味こう森脇この攻防の駆け引き、はい、森脇の勝ちですよね、はい、森脇にイエローカード、ダビに2枚目のイエローカード、ダビに退場。最初八田さん、はい、ああ注意で終わるのかなというそんな印象だったんですが、そうですね、今の裁定は両者にイエローカード、はい、ということになりました。これはもう正解というか正しいジャッジだと思いますね、はい、ナイスジャッジですね。そして改めてダビの退場で鹿島アントラーズは10人ということになりました。でももったいない、